当時の政治家ですとか、からあと財界の、トップの方の方たちですとか、あるいは文化人ですとか、そういった方たちが乗っていたというふうには聞いています。やはりそういう階級制っていうんでしょうかね、それがまだ残っていた時代の、一番、上の人たちが乗る車両ということになるので、ちょっと今ある車両と比べられるかっていうと難しいかなというふうに思います。